街中でも見んぞ。ただでさえ丸めのインプ見んぞ。反射のヘッドライトぐらいありますけどね。やる気満々のバルジ。フェンダーもバンパーも戦ってきた後からサンルーフ付き。はい、素晴らしい。やっぱスバルっつったらこれよ。チャンネルがバンになっちゃうよ。こちらマットですって感じですね。今日も激に動画を撮っていこうという感じですね。愛車紹介冬のシーン、本日6台撮るぞというところで5台目やってまいりました。こちらインプレッサのワゴンとイルカ競技、街中でも見んぞ。ただでさえ丸めのインプ見んぞっていうようなね、そんなレアな車を持ってきてくれた方がいますが、こちらのオーナーさん顔出し NG ということで天の声スタイルでお送りしていきます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジュンと申します。ジュンさん。はい、ジュンさんの愛車がこちらのインプレッサー、はい、スポーツワゴン、はい、なんか結構戦ってきた跡がそうですね、随所に見受けられる感じですが、こちら所有されてどれぐらいなんですか。今年の6月に個人売買で購入して、はいはい、まあ、まだ5ヶ月ぐらいになります。じゃあまだ買ったばっかりということで。はい、そうですね。以前は何乗られてたんです。以前同じインプレッサーのワゴンの高め、はい、の、NA の方乗ってました。それが今までの愛車遍歴ですか。そうですね、まだ大学生なのでその2台になります。現役の大学生。あ、はい、そうです。この方のインプレッサっていうと GD ってみんな言いたくなりますが、この子は型式違いますよね。はい、この子は GG になります。 GG セダンだとね GDA とか GDB とかって言いますが、 A と B の違いは丸目だけ GGB がありまして、うん、はいはい、それがいわゆるあの GDB STI 仕様になるんですけど、うんうん、はい、まあ、6速で馬力もちょっと上がるよっていうところ、うんうんうん、こちらはあの GDA と一緒で、まあ、5速マニュアルで250馬力っていう形になります。なるほど。車的にはこれ何年式になるんです。2000年式になるので実は自分と同い年になります。おー、なるほど、はい、そんなこちらの車を愛車に選んでるジュンさんと今日はこちらの愛車見させていただこうと思います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃじゃん。というわけでインプレッサスポーツワゴン見ていきましょう。うわー、なんか懐かしいなっていうのもあるけど、色違うなっていう感じですが、買ってからいじられたポイントってどういうところがあるんです。ヘッドライトですね。ほう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 。買った時はすごく黄ばんでくすんでいて、うん、車検も怪しい状況だったので、うん、まあ、ヤフオクで中古の純正もちょっと考えたんですけど、はいはいはい、あまり状態が良くなくて、それで2万円ぐらい、まあ、それならじゃプラス1万円で、あの車外の新品買おうということで、こちらイカリングのヘッドライトを購入しました。ビカビカだもんね。まあ車はね、ほんとこのヘッドライト命ですから、これがね、あの黄ばんでるとどんなに外装綺麗でもなんかチャッチク見えちゃうんだけどね、ヘッドライトピカピカだと本当に車って蘇るからね。あとその横のコーナーレンズ、はい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 、それも一応本当はオレンジなんですけど、クリア仕様のものを買って付け替えた形になります。へー、なんかちょっとフロント締まりますね。そうですね、なんかちょっと古臭さが抜けるかなって個人的に思ったのと、メッキとかクリアでちょっと統一してあげるとすごく引き締まるかなと思ったので、ちょっとそのチョイスにしました。確かにかっこいい。でフォグこんな大きいんだ。反射のヘッドライトぐらいありますけどね。で一応そこもバルブ変えてあるので、白と黄色切り替えで付けられるようになってます。ありますよね、今ね、切り替えれるタイプのやつ、はい、ジムニーとかでもありますけど。そうですね、 IT とか出してますね。でこのチェリーピンクのスバルエンブレム、昨今見なくなりました。これむつら星。それは買った時から前のオーナーさんが多分つけてたやつで、まあ差し色って感じでちょっといいかなっていう。なるほど、お気に入りポイントですね。でまあボンネットが変わってますよと、メーカーが分からなくて、はい、FRP 製っていうのは聞いています。うん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 、やる気満々のバルジ。そんなに主張せんでもええがなって、多分純正よりも倍ぐらい出てるもんね。そうですね、あとまあ穴もだいぶいっぱい開けてくれてます、ね、そうですね、こっちも開いてて、はい、前から入った空気抜くよと、こっちはインタークーラーに当てるよのところですね、はい、でこれまあボンネットは変わってるけどバンパーはノーマルなんですよね。そうですね、バンパーはノーマルですね。本当はここにリップ実は持ってるんですけど、夏に北海道フェリーで行った時にちょっとフェリー乗る際に、うん、あの割ってしまって、ちょっと今修復中っていう形になります。なるほど、はい、あでもリップついたら結構かっこよさそうですね。そうですね、やっぱり見た目だけですけどちょっとは下がってくるのと、まあ、迫力出てくるので、うんうん、だいぶ可愛らしい感じからちょっと力強い感じに変わるかなと思います。ちなみにリップついてる時のお写真ってあるんですか。あ、はい、あります。あ、じゃあこれちょっといただいて、ここの画面のここにポンって出しておきますね。いや結構かっこいいですね、リップついてるやつね。そうですね、かなり迫力が増すかなと思います。そうなんだよな、これノーマル結構可愛い顔なんだよな、丸めのインプって。そうですね、可愛い感じだけど、そういうエアロつけてあげるだけで全然雰囲気が変わりますよと。であとね、フェンダーもバンパーも戦ってきた跡だらけなの。
この辺はね、ちょっとあの現役大学生レーシングを感じますね。これ折ったの爪？これは前のオーナーさんがもういろいろと芝居てくださって、いろんな方の履歴がそちらに残っている形になります。まあ、あの爪は曲げられてますね。だから多分あの、はい、ヒートガンかなんかをで温めきらんまんま曲げたのかもしれないですね。そうですね、まあ、ちょっとそこら辺はおいおいあの直していけたらなと、うんうん、お金が余裕が出てきたら、はい、直したいなと思ってます。20年以上前の車ですから、はい、こんなもんアクセサリーですよ。ホイールはこれどこのなんだ？ピアの FR7 っていうホイールみたいで、ピアはちょっと自分もオーナーさんに確認して初めて分かったものになるんですけど、へー、はい、あで17インチなんだね。18インチだと思ってたこの車。あ、18もちょっとつけれなくはないんですけど、まあ基本的に17履く人の方が多いかなっていう感じですね。どうしてもやっぱ 5ナンバーなので、まあ、ちょっと収まりとかも考えて、はい、17の方がサーキットもいけるしいいかなっていう感じです、ね、なるほど。225の45の17ですよ。はい、そうですね。タイヤはこれはどこ？アクセレラの651スポーツってやつで、これはちょっと車屋さんからもらってきたタイヤになります。あ、そうなんですね、はい、225で気持ち引っ張ってんのかな。そうですね、これが 7.5 のオフセットが35だったので、はいはいはい、7.5 で225の気持ち引っ張りぐらいですね。なるほど、はい、でなんかパッドがプロミューっぽいですね。あ、はい、パッドプロミューですね。ちょっとサーキット用の片押しの中で一番高いやつ入れてあります。へー、足はどれかな。足はオーリンズ。あ、オーリンズの足が入ってるんですね。はい、そうですね。へー、まあ、しかしでもホイールもかなり年季が入ってますねこれね。そうですね、それも譲ってもらったやつをちょっとまた履いてみたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとだいぶ年季入ってるので、またそこもちょっと余裕出てきたら新調したいなっていう感じです、ね、なかなかここがここまで錆びるの初めて見た。あ、鉄粉スプレー頑張ってかけたんですけど落ちなくて、はいはい、まあ、ちょっとピカールとかいろいろ戦ってみたんですけど、うんうん、ちょっとまだ改善の余地はあるかなっていう感じですね。もしかしたら剥いちゃって塗っちゃった方がいいかもしれないですね。そうですね。でサンルーフ付き、はい、素晴らしい、ね、あれ屋根黒いのこれ。ルーフとボンネットが多分前のオーナーさんかその前、うん、まあ歴代のオーナーさんが黒く塗ってるみたいで、はいはいはい、ちょっと自家塗装のちょっとハゲもきつつっていう感じですね。まあ仕方ないっすね、はい、自家塗の割には結構綺麗に塗ってくれてたので、まあ、そこは良かったかなと思います。うん、でもお尻綺麗。あ、これ実はお尻が高め、先ほど自分が持ってた高めのテールライトとバンパーを移植したものになります、はいはいはい、へー、あ、そうなんだ。はい、なので丸めの普通のケツとはちょっと違うものになりますね。うーん、高めの最終 G 型のやつなので、はいはい、かなり綺麗なものを、それ中もメッキになってるのでそれこだわって入れた感じですね。それってここの形状は変わらずで中のレイアウトが違うって感じなんですか。あ、丸めだけそこの下の出っ張りがなくて、うん、あ、これ、はい、そうです。はー、あー、なるほど。なのでポン付きができないんですよ。なのでバンパーごと移植しないといけないっていう。そういうことですね。で、だから、はい、こことここを、はい、両方移植して変えてあります。へー、すごい。いやでもこれおしゃれ。あ、よかったです。ありがとうございます。すごい綺麗テール。やっぱね、レンズが綺麗だとね、濃くなりますよね、はい。そうですね。この辺の羽系はこれ純正ですもんね。これも一応、はい、純正のオプションになるのかな。うーん、2本とも最初からついてたので。はいはいはい。はい、で、牽引ロープついての。はい、やっぱスバルっつったらこれよ。はい、拳すっぽり。これどこのマフラーですか。これは富士坪のパワーゲッターですね。へー、富士坪なんだ。だってさ、わかる、このサイズ僕の手ちっちゃいけどこんなに握れないことあるっていうぐらいだからね。あれ、こんなのも純正。それはオプションになるんですけど、なんかバンパーガードだったかな、ちょっとごめんなさい、詳しくの名前忘れちゃったんですけど、多分元々 US のパーツなのかな。ヤフオクでなんかたまたま出てて。あ、そうなんですね。はい、落としました。知らないもんがいっぱいあるぜ、面白い。勉強になんな。ちょっとじゃあ運転席見てもいいですか。はい、大丈夫です。ご会長、じゃんじゃじゃん。まあでもシンプルですね。まあ、オートゲージのブーストメーターがついてるよっていうのと、ラフィックスではないのか。あ、それ NRG ですね。うんうんうん、のあのチーンってなるクイックリリースになりますね。みんな大好きくるくるチーンのやつ。はい、そうです。おー、ここのブーストメーターだけかと思ったら、こっちにちゃんと3連のメーターもいった。水温、油温、油圧とついてて、で運転席がターゲットシートになってます。はい、これはどこの。これはちょっと私もわからなくて、なんかちょっと知らないですね。なんか後ろにフェアレディ Z のシールが貼ってあるんです。え、嘘。本当だ、フェアレディ Z オーナーズクラブ Z プロジェクトジャパン。なのでちょっと出所も不明なんだし、メーカーもわからないっていう。これは
買った時からついてたんですか？それは買った時から、はい、ついてました。じゃあ前のオーナーがどこかで買ってきてってことなんですね。そうですね、おそらく。ちょっとせっかく開けたんで、この車ワゴンじゃないですか。はい。後部座席の実用性チェックやってもいいですか？あ、どうぞぜひ。今運転席ってドラポジぐらいですか？運転席ドラポジですね。お、じゃあちょっと失礼しますね。はい。後部座席チェック膝前拳に行こう、通常拳に行こう、ヨヨです。以上です。ありがとうございます。ドアの枚数は正義だな。4人乗せて普通に旅行とかは行けるので、まあ、かなり荷物も乗せて出かけられるかなと思います。素晴らしい。じゃあちょっと四方 EJ20 を見てもいいですか？はい、どうぞ。はい、ご会長ガバーン。まあでも至ってシンプルノーマルかな。そうですね、タワーバーガー入れてあるぐらいですね。こちらクスコさんのですね、はい、で、言ってたオーリンズの車庫帳の頭が見えてますよ。はい。スバリストの皆さんからしたらこのアングルで死ぬほど雑誌で見たでしょうね。ハイパーレブのインプレッサの特集とかで死ぬほど見たんじゃないかな。ご相談なんですけど、はい、今回の愛車紹介からオーナーさんに車乗せてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、よかったら乗らせてもらえないですか？もちろん大丈夫です、お願いします。 OK いただきました。というわけでこちらのインプレッサ乗らせてもらいます。今日なんでこんな DJ みたいな喋り方してるんだろうな。エンジンかける前にやっぱこの一回もやったことないカチンやってみようかな。そのまま差し込んでもらって、差し込んでくるっと回り回します。右はぁ、トースト焼けたわ。じゃあエンジンかけさせていただいて、はい、いいよ。おー、意外と車内からだと静か。そうなんですね、意外と静かですね。ちょっとアクセル踏んでみようかな、はい、あー、でもスバルの音ですね。あ、ちなみに後部座席にさっきのアクティのマンジン君が乗ってます。多分映んないけど声だけの出演になるかと思いますが、じゃあ行きましょう。あ、低速思ったよりない、そのままないか。あ、一応軽量のフライホイールと、はいはいはい、あと今クラッチはクスコのカッパーになってるんで、うん、気持ち純正とちょっと違うかなって感じです。なるほど。下はあんまりないです。あ、でもないって言ってもやっぱあるな。ないって言ってもあるわ。日本語がちょっとおかしいかもしれないけど、まあ、正直ちょっと本音を言えば、はい、見た目がしばかれていたので何が出てくるか鬼が出るか蛇が出るかみたいなこと思ってましたけど、はい、まあ、そういう意味ではちょっとしっかりしてる感じがあります、はい、あー、でもやっぱさすが言うて250馬力マシンですよね。車進むもん。今日乗った車だいたい200馬力オーバーだもんな。なんか1台ぐらいちょっとローパワーの車もいましたが、あれは大冒険だったんでね、僕は大好きなんですけどね。インプレッサーってこうだよな、この箱のギチッと感なんだよな。なんか昔高めのインプに乗らせてもらったことが何度かありますが、このねぎっしり感なんだよね、この車ね。言うて2000回転前後ぐらいで普通に今4速で走ってますけど、こういう加速してくれるもんね。そうですね。ちょっとじゃあこっから先道が綺麗なんで、お、EJ20 ご堪能してみますか。お願いします。失礼します。早っ。早いな。さすがにちょっと前回がアクティだったから極端に差を感じるね、これは。いや、やっぱ言うて250馬力マシンですよね。今日マツスピのアクセラっていうのをやったんですよ、はいはいはい、撮影して260馬力マシンではあるんですけど、はい、こっちのやっぱ鋭さは感じるかもしれないですね。3速2000回転ですけど、今もう一回アクセル踏んでみましょう、はい、レッツゴー。回転が上がらない。2500、下がない。3000超えて4000。チャンネルがバンになっちゃうよ。サーキットだね、この速さはね。ちょっと高速道路じゃ物足んないですね。そうですね、ハンドル切ってて安心感がすごいあるんですよ。チューニングってバランスだと思っていて、そのただ車高を下げるだけ その車高調だったりダウンサスっていうのもあるけど、やっぱ運転手が怖いと思っちゃうと、もうその瞬間にアクセルは踏めないしハンドルも切れないですけど、これすごく乗りやすいっすね。そうですね、本能的に
あ、ブレーキ踏まなくて平気って理解できるってすごく大事で、はいはいはい、40キロで走ってようが20キロで走ってようが、あ、ここはブレーキ踏まないと曲がれませんねとかって思わせた瞬間にスポーツカーは速く走るのは無理になっちゃいますからね。ありがとうございました。お疲れ様でした。早かったあのカメラの方をチラッて見る余裕がない程度には早かったというわけで行って帰ってまいりました。正直に言います、ぶっちゃけて言えば傷もすごいしバンパーとかちょっと落ちてるし、こういう車をですね愛車紹介やった時ってなんかあの乗ってる間中ずっといろんな音する、怖いって思いながら走ることが多いんです。全然平気めちゃめちゃ元気じゃないですか。クラッチも変えたばっかりだし、まあエンジンも今のところすごいひどいオイル漏れとか見受けられないので、はい、まあ比較的元気な方かな。16万キロにしては。あ、そっか、距離見てなかったけど16万キロ。もうすぐ16万キロになります。やっぱりね早いわ、インプレッサって。レガシーとかもね格安280馬力シリーズで乗るためにうわ早いなと思うけど、やっぱね GD ぐらいの頃が車も軽いし早いね、やっぱりね。そうですね、足もよく動くしコーナー入った時の姿勢もいいし、不安だったものが一個もなくてびっくりしましたちなみに今後この車をどうしていきたい、こうしていきたいっていうのはありますか。先ほども言われてたちょっと外装がいろいろとやっぱやれてきてる部分があるので、うん、まあ、まあそこはあのオールペンなりなんなりちょっとやっていきたいなっていうところが一個、うん、でも今ってこの車の遊び方としては、はい、結構なんかいじり方も見ると走る寄りなのかなと思うんですけど、それでちょこちょこサーキット、まあ、この車買ってから行かせてもらって、うん、はい、まあ、本庄サーキットで、はいはいはい、まあ、たまに走ったりしてますね、まあ、あと学校もこれで行ってます。へー、あ、通学マイカー OK で。そうですね、はい。いやじゃあそりゃそうだよ、ガタピシいう車で走ってる人たちもいるけども、でもやっぱあのサーキット走るってなると安心しないと踏めないですからね。ちょっとでも不安要素があるとコーナーでブレーキは踏みたくないしアクセルも踏みたくないし、もう徐行したいっていう風になりますけど、そういうのがちゃんとないように作られてるってやっぱすごいですね。でちなみにこれって今中古相場で言うとどれぐらいなんですかね。丸めのワゴンで言うと GG が多分80万ぐらい、10万キロで80万ぐらいが相場かなと思うんですけど、やっぱそもそも弾数が少ないので、うんうん、なかなかなんか決まった相場っていうのは出てきづらいかなと。あ、そうなんですね。であとサンルーフ付きってなっちゃうともうかなりレアになってくるんで、まあ、大体100前後見とけば買えるかなと。ちなみにおいくらで買われたんですか。と個人売で45万円で、うん、安心しますね。なんかそういう値段聞くとね、なんかやっぱすごいじゃない、最近 180が200万300万とかシルビアが200万300万とかっていうのから考えると、やっぱ個人売45万円でインプレッサをゲットする、最高ですね。あの個人売なんでねそれぐらいの値段ですけど、中古相場でも100万円前後で手に入ると考えるとかなり狙い目な車両だと思いますので、ちょっと気になる人はですね中古相場とかチェックして次の愛車に選んでみると面白いかもしれません。まあとはいえ2000年の車です。23年前の車なので多分戦うことも多いと思うんですけど、こうやってさ、なんかあの車いいよこの車いいよって言うとさ、コメント欄でさ、あそこ壊れるからダメだとかさ、あそこオイル漏れするからダメだとかってさみんな書くけど、いいのよ23年前の車ぞ。人間だって23になるまでに骨折の1回や2回するだろう。俺34までしたことないけど。だからもうあのそういうもんだと思って付き合っていきましょう。そんな壊れるところは直す、で乗りたい車に乗る、そのライフスタイルでいいの。最近ちょっとなんかアンチコメ増えたからちょっとイライラしてるというわけで今回はこちらの GGA インプレッサスポーツワゴンに乗らせていただきました。改めてジュンさんありがとうございます。ありがとうございました。この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ちっちゃい声で言ってくれた。あと1台。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。